43年目のシーズン、オーダーを発表するよ。1番センター、長江。2番セカンド、八木沼。3番ショート、水田。4番サード、ハワード。5番ファースト、脇田。6番レフト、久本。7番指名打者、首藤。8番キャッチャー、長男。9番ライト、鴨下。続いて投手陣。先発勝利投手、稲峰。先発調子次第、高瀬。先発調子次第、梅村。先発調子次第、久本。先発調子次第、首藤。先発調子次第、江原。中継ぎビハインド、元西。中継ぎビハインド、藤谷。中継ぎ接戦時、諏訪。中継ぎ接戦時、富岡。中継ぎ接戦時、成川。セットアッパー、沢井。クローザー、ゆい。先発が受けどころか開幕投手稲峰かよ。隠し事は稲峰チュワーンの息子だからな。新たなうちの目玉選手として売り出していくぜ。いきなり大丈夫かな。対するライオンズの先発は覚醒した男須藤。以上の両先発、熱き戦いが幕を開けます。さよなら勝ち。稲峰もいけるやん。試合を決めたのはカルタゲか。さあ本日のヒーローは2名。稲峰は新人を目指して頑張るんやで。今日はナイスピッチングだったな。留学選手が帰国。服部ツーシーム覚えたか。全体的にかなりバランスよく伸びたな。クラもすぐパワー A に乗るぜー。高卒2年目でこの能力は強いな。将来の先発ローテ入りはほぼ確実やろな。クラはほんと能力高いな。沖縄の天才として今年は暴れまくるんやで。今年も勝ち越してやるぜ。絶対負けないぞ。今年の直接対決はどうなるかな。リベンジャーズの先発は右のサイカ。フェリックスの先発は期待の逸材久本。裏切り久本ね。さあ間もなく試合開始となります。さよならガチャーイ。フェリックスに敗れました。さて本日のヒーローたちのインタ、勝ち越し来たー。今年の負け越しかー。あらら、サンタペアでー。お前らしっかり旋回。これはひどい。前半戦終了。シュート 8.5 ゲーム差はさすがにしんどいな。だ、大丈夫だ。この不調の原因さえ取り除けば。そこは原因がはっきりしてるのね。うちは2位だけど横浜が独走しすぎ。今年は横浜が強いのか。ドラフト選手の能力、長男キャッチャー B じゃなかったか。とりあえず後半戦は正捕手渡辺に変更。衰えてきてるけどキャッチャー A はでかいからな。まあ高卒ならまあまあって感じかな。ここからしっかり成長するんやで。稲峰くん。稲峰、悪いが後半戦は2軍で投げてもらう。今年失速の原因の一人であるのは間違いないしな。
新人バッテリーを外して後半戦巻き返すぞ。稲見は来シーズン初勝利目指して頑張るんやで。さらに助っ人も補強だ。助っ人ガチャの時間だー。さすがに補強しないと後半戦まだまだ厳しいからな。渡辺の正捕手で安定はするだろうけど、それでもまだ打力が足りなさそうだしな。ユイック、君に決めた。若いアメリカの選手か。これでできることはやった。あとは選手を信じるだけだ。ユイック救世主になってくり。夏の国際大会メンバー。投手はリリーフ陣が選ばれたな。野手は水田だけか。追い打ちの選手一人もいねえじゃねえかー。飛距離監督だ。飛距離てめえ。さあ飛距離ジャパン決勝やでー。決勝の相手はカナダか。日本インターナショナルベースボールカップ決勝戦の模様をお送りいたします。カナダの先発は左のジョンストン、対する日本の先発は右のキルカワ。この両投手の先発が発表されています。さあ世界一をつかむのはどちらのチームになるか。まもなくプレイボールです。世界一だー。ついに世界一の栄冠をそれでにつかみました。歓喜の瞬間です。まさか一人監督が世界一になるとはな。うちの選手を招集せずに世界一になりやがって。ここブルースタジアムで最高の瞬間を迎えました。全ての人の思いを胸に戦ってきた日本チーム。今日は願いがこのブルースタジアムで結実しました。最高の瞬間を迎えます。一人ジャパンおめでとうだぜー。見事世界一となった日本、本当に素晴らしい戦いを見せてくれました。世界一になりました。数々の素晴らしい采配で。水田はベストナインに選ばれたな。クルーチェみたいなクルーチェとかいうのが三冠王か。クルーチェはロタ。月日は流れ渡辺の引退試合。渡辺普通に活躍してるから引退撤回してくれよ。長男もキャッチャー B じゃなかったからまだ時間かかるしな。対するマリーンズの先発は期待の逸材7日目以上の両先発。さあ間もなくプレイボールです。まさかの楽天サヨナラ勝ちかよ。決めたのはヤギ沼か。ヤギ沼よくやったでー。さあ引退セレモニーだ。渡辺本当にやめちゃうのか。花束はベテラン高瀬から。ずっとバッテリー組んできたしな。一応引退試合だけど残り試合も出てもらうぜ。正捕手渡辺で後半戦どうなったかな。これ調整したと疑う人いるだろうけど、本当に普通に早送りしただけだからね。マジでキャッチャー A の効果ってすごいんだな。打つ方でも渡辺は頑張ったしな。稲見が借金作るだけの呪われた装備だったのもあるか。こらこら。さすがに追い越せなかったか。セリーグは結局横浜だったんだな。防御率は悪化したな。前半戦の分が響いたんやろな。あーん、うちは防御率最下位。打率は去年より上がってるぜ。助っ人が活躍したのかな。うちも打率がかなり上がったぜー。
今年もダメだったー。横浜は独走だったからな。かなり気合を入れていかないと厳しいかもだぜ。横浜 DeNA ベイスターズ対フェニックス、日本シリーズ第1戦の模様をお送りいたします。ベイスターズの先発は頼れる頼むぞ久本。裏切り者を期待の逸材久本。この両投手の投打に圧勝だぜー。久本も被安打2のナイスピッチング。リベンジャーズを出る喜び。やめなさい。連勝だぜー。かなりの接戦だったな。久本やでー。投打に大活躍だな。今日は負けたか。まあしゃあない。やべえ、これでタイになったか。頑張れ横浜。これで大手だぜー。このまま決め切りたいな。さあ行け久本。王子援護。日本一だー。日本一の座を手に入れました。歓喜の瞬間です。バンジャイ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 。いやー久本は2試合連続完封勝利。今日は自分でホームラン打つ日本タイムとったわ。くそー、俺が育てた久本なんだからなー。日本一までたどり着きました。最高の瞬間を迎えています。見事日本一となった日本一だぜー。連覇へ向けて選手たちのさらなる活躍を期待しましょう。最高。正直今年は無理だと思っていたけど、選手たちが頑張ってくれました。この選手たちで今年最後のエキシビションマッチも頑張ります。当然 MVP は久本。渡辺の10打点もすげえな。渡辺マジでお前まだやれるって。ベスト9少ないなー。水田と長江だけー。新人王はまさかの服部。今峰でも長男でもなく服部が取ったかー。水田は首位打者で MVP だぜー。水田もほんといいショートの成長したなー。服部圧倒的ー。こりゃもう先発ローテ入り確定だな。沢村賞は該当者なしか。水田あと1本でトリプルスリーだったのに。倉は留学に出したし来シーズン期待だな。スケットのハワードは打率は低いけど4塁打点2期。戦力外で拾ったけどまあまあの活躍。今年取ったリュイックは来シーズンに期待かな。今年は梅村が一番勝ったのね。久本は防御率は悪くないな。服部は後半戦からローテで頑張ったな。今峰に代わってよく頑張ってくれたぜー。アイザックは今年は働いたな。リベンジャーズは助っ人勢がいい感じなんだな。久本が抜けても先発3本柱で頑張るからな。富岡 FA か。選手の契約公開。リュイックはほんと来シーズンに期待だな。若くて能力はかなりいいからこれから楽しみだぜー。スペラなければかなり活躍するだろう。
渡辺は引退。渡辺衰えてきてるけど今年も成績残したのにな。渡辺じゃなかったら間違いなく今年の楽天優勝はなかったな。渡辺は衰えてきたかは何かわって守備走塁コーチだ。渡辺コーチこれからよろしくだぜ。間口も引退。間口もほんといい選手だったな。杉原は首。今までありがとな。達川も首。達川も衰えたな。以上だぜー。稲見ねママナイスー。ママはロタ。さあ今年はどんな選手がいるか楽しみだぜー。見ていくぜー。三球しか。まあまあな高速投手。怪物レベルはいないな。おーおお、こいつやでー。長男がキャッチャー D だからな。ここはこいつでワンチャン狙うのもありかも。長男は今年いまいちだったしな。渡辺引退で正捕手争いがすげーことになるぜー。なんて言ったってここまでずっと正捕手は渡辺だったしな。このキャッチャーもいいな。長男が正捕手確定だったらこいつ取って育成もありだったな。ドラフト1位はこのキャッチャー。取れれば正捕手争いが勃発するぜー。やっぱ多いな。うちが取ってやるぜー。7球団か。まあもし外れても高卒のやつがいるしな。これで
おっしゃー。やったぜ。クソがー。もう。クソー。わろた。ドラフト2位はこの投手。かなりバランス良さげな高卒投手だな。ドラフト3位はこの選手。足と肩はすでに出来上がってるぜ。以上だぜ。さあ、花井はどんな感じかな。キャッチャー B だけどまだわからんな。長男みたいに違う可能性もあるしな。とりあえず次期正捕手は花井と長男で争ってもらうぞ。キャッチャー C 以上で花井が有利になれるけどどうなるかな。仮のはあと1球し欲しいな。高卒だしじっくり育てるか。奥脇も出番はまだまだ先だな。しっかり守備を鍛えるんやで。四国選手はなし。ポスティングもなし。さあ FA だぜー。まあまあいいリリーフだな。赤徳がきついな。かなりいい能力。貯金もかなり作ってるな。成績はいまいちだな。富岡行かないでー。貴重なリリーフの一人だからな。まあまあいい助っ人。守備が低いのね。この二人絶対取ってやるぜー。うちは富岡だな。お前はまだまだうちに必要な戦力だ。年俸2000万アップの4年契約、背番号もそのままだ。残ってくれるよね。富岡よかったー。ふぅ。クソがー。お断りベンジャーズー。保証はこんな感じ。こいつ首なのか。結構活躍してたよな。いいのいいの。まだ全然いけると思うけどな。このキャッチャーいいけどな。ドラフトで取れなかったら多分取ってたな。このキャッチャーもいいのに。いいキャッチャー首になってるな。獲得はなし。うちも誰もいらないぜ。渡辺と間口殿堂入り。まあ当然永久欠番だよな。間口はどうか。うちでも頑張ってくれたぜ。間口はメジャーに行ったりほんといい選手だったな。2000本安打は届かず。渡辺は当然金だぜ。去年3000本は達成したからな。ほんと高卒1年目からずっとうちの正捕手だったからな。
素晴らしい成績。ホームランもあと2本で700本だったのか。出場試合数も日本記録更新。渡辺すげー。ホームランは3位。ボーデンとかいう神助っ人。打点は野茂さんに届かず。残念。安打数は7位。ハリーに届かなかったか。留学は長男と江原を。花井の加入で長男を留学に出せるのはでかいな。アメリカリーグに。さあ楽しみな若手が続々と入ってきてるでー。引退でどうなるかな。絶対的正捕手の渡辺が引退。長男と花井の正捕手争いがどうなるかが楽しみだな。続く